こんにちは、プロ棋士の柳沢です。はい、今回は主導権をこちらに取り戻しまして、はい、引き続き、今村ゆきさんに、ゲストとしてお越しいただいております。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、今回見ての通りね、対局を、まあ、今から、ね、していこうということなんですけど、どうですか。いや、はい、緊張してます。今回ちょっと喋れないかもしれない。どんどん気軽に喋ってもらって気持ちを。はい。はい、結構皆さん気になると思うんで、アマチュア四段ぐらいが何を考えてこの辺に打ったのかとか、そういう何かの参考にしていただけたら聞いてもらえればと思いますが、自分のその囲碁を見られるって機会がそうそうないので、そうですよね。だからこそ見せてくれる人は貴重だったりするので、皆さんも注目していると思うので、頑張ります。じゃあ今回は5子ですかね。はい、5子でお願いします。はい、よろしくお願いします。5子で打つ機会っていうのは結構ありますか？いや、そんなにまず指導碁とかを打つことがそんなにないので。そうですよね。さっき話したらね、布石にちょっと苦手意識があるっていうことでしたけど、序盤はちょっと挟んだのはここに白に山形を作られると、そうですね、こことこことここに白に打たれるのは皆さんすごい嫌がるやつですよね。白がすごい大きい地ができちゃうんじゃないかみたいな、でもこれいいですよね。はい、真ん中に打ちました。はい、最もオーソドックスな打ち方ですね。いうことなんですね。これは実は最近勉強しまして、はい、なるほど、はい、ここを守るときにここを駆け継いでしまうと下を渡られるのでつなぎます。そうですね。これちょっと空き三角なのでちょっと嫌な形なんだけれど、駆け継ぎのが綺麗な形なんだけど跳ねられるとつながっちゃうんですよね。はい、はい、これはご覧の皆さんにも参考になるところなんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。これもやっとこうかな。どうしよう。これはやってなかったです。やってなかったです。はい、でも。これは、まあ、とりあえず。受けたいですね。そうですね、抑えれると。はい。さあ、ここをどう守りますか。つなぐのはちょっと形が悪すぎると思うので。うん、そうですよね、すごいちょっと団子してしまうんですよね。はい、どうしようかな、はい。ここを守る形。守る形。どうなんだろう。どこかっていうと。これは知らないとなかなか打てないと思うので、ここが形なんですよね。でもここだと白下がられるとつながりますね。つながりますけど別につながっても大したことないです。はい、これはつなぐと例えばなんかもうこの辺割られてもう丸ごと逆にこれが攻められるんじゃないかっていうぐらいのことになるので、ここを破られるのが一番怖いですよね、黒としては。ここがしっかりと厚みとして、はい、作っておくというのがとても大事ですね。まず下の価値を低く見てるんですね。そうですね。でここに打ってもまだこれ寄せの手なので白もなかなかここには打たないです、しばらく。はい、これがいい形です。はい、はい、じゃあここにお願いします。はい、じゃあこれでいきましょう。まあ三々定石は多分知ってると思うのでこっちをやってみましょう。早いですね。これは予習してます。あ、知ってます。昔から知ってました。これは。これは知ってました。3つ伸びてから飛ぶんですよね。はい、そうですね。はい。お、なるほどね。すぐ割り込むタイプね。へえ、そこでやめて。不自然ですか。ここまでやったら一応ここに出を打つっていう。そうなんですね。ところまでが一応ワンセットなんですけど。まあでもそれが悪いとも言えないかもしれないですけどね。面白いですね。いや、知らなかっただけです。知らなかったです。これじゃあ一応説明すると、これをやったからにはここまでやる方が普通ですね。はい。それからこれは最初からこっちに守るというのも定石です。これはやっぱり白にここにやると割られちゃうので。そうですね。はい。どうします？これで。これはね、そっちで覚えましょうかね。はい。はい。そう、ここまでやったらここまでやる方がいいかもしれないです。これやらないでほっとくと、まあ繋がれても助けられちゃうし、ここに来る可能性もありますね。はい。ここに来た時にこっちじゃダメなんですか？あ、それもありますね。それもあるけど、まあなんかこっちにどんどん。ああ、確かにこっちが弱くなる可能性もありますね。まあ、あとこれ出られたらこれ取られるし、はい。ちょっと黒が後手後手に回ってしまう可能性があるので、打ったからにはここまでセットにしといた方がいいんですね。の方がはいいいかなと思います。はい。はい。じゃあこれはどうかな。ああ、どっちにしようかな。お、今どっちにしようかなと。ここをつなぐか当てるかで悩んでいます。ああ、どっちもいいですね。どっちもいいですね。つなぐ方がわかりやすいですよね。繋いだら白はカケツギして、はい、もうそれで終わり。じゃあだけど、そうですね。一応互い戦の対局ではそちらの方がまあ基本とされてますね。はい。これで下がるか、はい、下がるのがまず基本で、こっちに押していくという手もありですね。はい、でもこっちになんとなく黒模様ができそうなので、押してみようかな。はい、それもありですね。でこれを押したらもう一回押した方がいいかもしれないですね。あ、そうなんですね。はい、今こっち側と悩んでました。なるほど。押したら押し切っちゃった方がいいですね。はい。ここでこっちに行くのであれば、まあ初めからなんだったらこっちから行った方がいいかもしれないぐらい。例えばまたこうやってこうやらしてこうやるとか、はい。こうやりたいならね。であとここにやってもまだここが残ってて陣地に黒にならない可能性が結構あるので、はい、ここに白入らせてもいいので、はい、まあいろんな意味で、はい、こっちの作戦の方がいいかなという気がしますね。はい、はい、じゃあこれでいきましょうか。お願いします。はい、白ね、そろそろこの辺がいい模様になってきたので邪魔しに行きます。早いですよね、テンポが。いや、すごいいいですね。迷いがなくて。どうしようかな、ちょっとひねって桂馬してみようかな。普通はまあ一間飛びするんですけど、ね、ちょっと一間飛びしたら一間飛びしてくるかなというのが目に見えてたので、ちょっとこういう感じにしてみようかな。もうなんかこっちを一手入れるより、はい、あっち側に行きたいなと思うんですけど、はいはい、いいと思います。こっちの方が、はい、それはめちゃくちゃいいとこですね。大きい気がしました。はいはい、じゃあ手抜きされちゃったから一応入っていきましょう。一応ね、この辺も封鎖されると一応この辺に太い黒地ができる可能性があるので入っていきましたね。さて今受けてくれましたけど、これ実は受けない手も全然ありなんですよね。この辺が今の受けた手によって増えるだけなので、はい、実はそんなに大きい手ではないですね。そこでこっちにもう一手入れる方が、はい、そっちの方が大きいです。大場に行くとか、はい。なるほど。はい。このままでもいいですけど、このままでいきますか。じゃあこのままでいきます。はい。はい。まあね、自然な流れなんですけど、実は手塗りしても全然良かったとっていうことですね。はい。どうしようかな。そろそろじゃあこれをやってみようかな。これ昔碁会所で教えてもらいました。なんか、はい、こことここに白が来た時に、よく知ってますね。はい、こっちから黒が押さえたら白がここにコスむっていう手があって、そうですよね。また下がちょっと一回置いてみましょうか。はい、はい。こうやったらコスんで、でまた下がったらまたコスむっていう手があって、これでね白ちょうど生きてるんですよね。はい。これ面白いですよね。はい。はい。でそうするとこの場合黒はここになんか止めてもね。こっち側に陣地できませんので、はい、これは白が大儲けになるので、はい、こっちから押さえる方がそうですね。この場合こっちの方がいいかもしれないですね。はい、手までそうやりたくなりますよね。そうやるとコウにされるんですね。もらったからには抜くしかない。白はね、もちろんこれコウにしないでつないじゃうと、ここに黒に飛ばれて普通に全部取られてしまうので、コウにしようというのが狙いですね。コウにしてみたものの大した狙いがあるわけじゃないんですけどどうしようかな。ちょっとここら辺にコウ立てをして取り出します。で、まあこれコウになるとね、皆さん嫌だと思うんですけど、まずここはまず白としてはコウに負けたとしてもともと黒の陣地の中なので、まあ最悪別に取られてもいいかなっていうちょっと気楽な気持ちで打ってます。で、まあ黒も、まあ、これ取られると陣地はなくなりますけど、別にこの黒は結構強い形で、全部危なくなるわけじゃないので。そうですね。だったらもうコウを争わずに。あ、そういう作戦もありますよね。大きい大場に2箇所打つっていう作戦もある。ありかなと。はい。ああ、なるほど。それも一つの作戦ですね。これはつながってはいるので。はい、まあでもこれぐらいが安心ですかね。そこ立派ですよね。ここに白につけられるとやっぱここは破れちゃうので、はい。それ立派ですよね。さて、どうしようかなこれ。一旦この辺に。ここも結構皆さん気になっている方がいらっしゃったかもしれないですけどね。こう2目の頭で黒からやっぱ跳ねて2段バネしていくっていうのがいいところなので。そうですね。はい、ここに打っておきます。さっきお話しあったように、まだここがいつでも渡れる状態なので、まあここを今、そう素晴らしい。そう、そこにお付き合いする必要ないですね。よりかは他にどこがいいかな。ああ、いいですね。つけない方が良かったですかね。いやいや、そんなもんないですよ。いい手だと思います。これ打っとこうかな。どう守ろう。まあ一応ね、切れる場所がいろいろあるので、ちょっと嫌な形ではありますよね。どうしよう。切られても主張は、主張悪いかな。主張にはならないかな。主張にはならないけど、現状はね。例えばここに繋いでおけば。繋ぐこと今考えてました。繋いだ時に切られただけでも大丈夫ですよね。桁にもなるし、なので、じゃあ無難に繋ぎます。それは守る場所としては一番自然だと思います。上から行きましょうか。今度はどうしようまあこのままもうちょっと行ってみようかな。ここまで打ったなら、はい、自然ですね。はい、この辺ちょっと構えとこうかな。黒の真ん中の地を制限しながら、ちょっと自分も増やそうかなという。ですね。ちょっとこの黒に援軍を送っておこうかなと。いや、やっぱりさすが4段ですね。いい手しかないです。そうそう、これも結構大きいんですよね。そうですよね。これちなみに2目にして捨てる形をしてますか。2目にして捨てる。そう、一回下がって、それから、そうやってこの当たりまで打てるっていう。これはさっき当て返すよりは、さっきのだとここに取られて、ここが先手にならないので、逆に白からこう跳ねてくる可能性が結構高いんですよね。まあただこの局面だとここ狭いので、このハネツギまで先手になっても別に大したことないかもしれないので、この場合は実はそんなに変わらないかもしれないんですけど、一応手筋としてこれ本当によくできる形なので、このまず下がりが基本ということはまず知っといてほしいかなというところで、こっちで行ってみましょうかね。一応この白が大きいのが気になるのと、やっぱりここが気になりますね。個人的には。なので。どこに来ますか。まあそんなに深く別に入る必要はないですよね。あ、いいですね。それ一番いい手なんじゃないかな多分。これそんなに大したことないですよね。そうだからなんか無理やりなんかこの中に踏み込む必要はなくて、なんか外から狭めていけばね十分ですよね。そろそろここも気になるのと、はいはい、白地ができそうなところ、この辺りもその辺りはそうですね。でもそんなに大きくはないかもしれない、大きい白地ができるわけではないかもしれないですね。でもそうですね、この辺まで来るとどこに向かうか難しいですけど、まずやっぱこの辺を削減しに行くのはいいと思いますよ。いいですね。じゃあここでここに行ってみたいと思います。はい。はい。でこれどうですか、入られると嫌ですか？嫌ですね。だって黒地の大きい場所ですもんね。はいはい、これは実は白がちょっと無理な手を打ってます。はい、これも取りに来てください。これ周りが普通はさすがに入られたら何かしらの手になっちゃうんですけど、結構こっちも硬いしこっちも硬いので、ここにも援軍がいるし、はい、これはね取りに行くことができます。まずは普通でいいです。まず普通はこっちから押さえたいです。その通りですね。そう、広い方から押さえると。はい。で白はあっちの形と同様に白の狙いはコウにしていくっていう狙いなんですよね。跳ねて、これも普通に押さえてます。はい。はい。でこうやってで当たりするともうコウに弾きますが。ここで考えるんですね。怖いですよね。怖いですね。はい。第一感ここです。素晴らしい。でこうやったら。押さえちゃうと、ここに来られちゃうので、そうですね。こうやるとこれが先手になって生きちゃう。はい。なのでってことは引いておく。そうなんですよね。これで取られました。はい。そうなんですよ。ここも硬いし、ここにもいるので、ここ白出れないですよね。普通はここを引いて出られちゃったら危ないですけど、周りが強い時はこういう取りに行く手が成立します。でも。はい、多分対局で実際出てくるとコウにすることしか考えないで打っちゃう気がします。そうですね。結構難しいですけど、でももうこのレベルだったらもうこれを考えてもいいかもしれないと思ったので、はい、ちょっと触れておきました。ありがとうございます。はい、どうしようかな。白もそうそう。下が全部白地になりそうですよね。はい、そうですね。そこもそれなりに大きいところではありますね。はい。でも仕方ないかな。多少はね、しょうがないですね。でもこれは一回押さえることはできるかもしれませんよ。ここに一回押さえる。ここに一回押さえる。で、こうやったらもう押さえれないけど、一回押さえれる。というのはこれが怖いですよね。だったらどうなるでしょう。はい。とりあえず切って、はい、で、そう、それも先手になって、で、そうそこを突き破る手が逆に先手になるので、ここが破れちゃうとこっちもちょっと危なくなってくる可能性あるので、はい。そうだから白はこれやれないんですよね。はい。というわけで一旦ここに白も下がります。でそれからつないでもいいし、またはここに切るっていう守り方もできますね。切りでもここに出た時に取りでここがその方が得ですね、きっと。そういう手もあります。はい。はい、すごいいいテンポなんで、かなりもう大寄せに近いところまで来てますね。これは。はい。どうですか、ここまでの手応えは。手応え、いやいろいろ教えていただいてるので何とも言えないですが。はい。はい、いい感じですね。もちろん黒がまだまだ優勢です。いいですね。この辺に今どうしましたね。いいですね、いいですね。そろそろこういうところも切る。確かにいいですね。はい、ここまで来るとそろそろこれとこかな。はい、これって、はい、白がこう来た場合って、はい、ここを切れますよね。なるほど、それやってみましょうか。どうなるか。これはでも白がちょっと無理かもしれません。はい、それで大丈夫。こうやってこうやってで切ってつないでこうやってなんか閉じ込めれそうですけど、ここにそう切ってこの白石がね要石、はい、でまあ例えばこうアタリして逃げて逃げてでまたこう来たら押さえちゃう、はい、逆にこっちが取れるということで、はい、確かにちょっと薄さではあるけど今すぐは大丈夫と。でもそこに警戒心を持ってるのはすごいいいことですね。はい、ここを手抜きしてると、はい、白に当たられて全部地になりそうなので、そうですね、そういう手は、はい、後々白も狙ってますね。はい、ただどこに打つのが黒からいいのかが難しいですね。まあいろいろこれはねどれも似てるかもしれないですね。ここは絶対ここっていう手はないかもしれないですね。どうしようかな。でも一応自然な手と白から打つとしたらこう打とうと思ってるんですよね。こうやって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 全部地にするっていうのが白の狙いなので。まあそういう意味では相手から打っていいところは自分からもいいところなんで、ここに打つとかっていうのは一つの形ですね。この辺を打つのは。じゃあここに。はい。行きましょうか。はい。大丈夫かな。ここもさっき言った手がこっち忘れてたもしかしてちょっと実現しかかってるけど、まあ、結構際どくはなってきましたよね。さっきと同じ、もしちょっと一回後で持つんでやってみましょうか。こうなってくると、あ、ダメですね。今度こそさっきと同じようにやると今度こそね、今度先にここに繋いじゃうので。はい、まあ、ただこっちに出ていってこう差し違えていってぐちゃぐちゃな戦いになる可能性はあるんですけどそっか。でもし心配であれば、例えばこのノゾキを打って解消してから、はい、こういう守り方とかもありますね。なるほど、はい、これでもそれでも切れてるかな、一緒かな。そう、同じようにやるとちょっと危ないかもしれないですよね。そう、まあそこに打つのはこれ打ってからにしちゃえば、はい、確実ですね。そうですね。はい。はい。いいですね。そこもね、白から逆に。打つと大きいので、はい、それもいいですね。これもう結構終局が近いですけどどうしましょうね。もう最後までいってもいいぐらいの勢いだけど、寄せはどうですか。得意ですか。序盤よりはまだ好きかなっていう感じです。結構序盤の方が好きで寄せの方が苦手ですって人がどっちかっていうと多いような気がするんですけど。序盤は結構定石を知らないので、同じぐらいの気力の方と打つと、はいはいはい、自分が損をする方の方が多くて、はい、なので定石は結構まあ勉強すればいいんですけど。いやいや、でも全然。この碁を見る限りでは全然そんな風には思えないですけどね。ちゃんと定石を知ってるっていう感じもするけど、でも確かにでも定石をそんなに知らなくても打てるっていうのは大事なことなんで、はい、なんか結構皆さんね定石知らなきゃダメなんじゃないかっていう思う方も多いと思うんですけど、別に脳を示してくれてるっていう示せてるかなまあこのままだとちゃんとできてますけどね、普通に定石が。どこが大きいかな。小目とかが出てるんじゃないかな、もしかして。定石は。そうですね。星の定石は結構。配置によって。はい。ああ、変わる。はい。単体で覚えてても、この時この定石じゃなかったなみたいなことが結構あって、ね、それはね、もう永遠のテーマですねはい、ちなみにこれもせっかくなんでお伝えすると、こういう手筋もありますね。ハサミつけて、出てこられたらこうそうで、ここに来ても別に大丈夫なので、確かに、はい、まあ、こうなればこの辺りを利かしてちょっとだけ食い込めるっていう。はい。まあこれでも別に十分ですけどね。はい。まあせっかくなんでちょっと寄せの手筋も。はい。いいですよね。どうしようかな。どうしよう。どうしようというのは。白に抜かれたら。ああ、なるほど。いや、実はその発想ができるかなと思って今やったんですけどさすがですね。はい、抜かれてから繋いでもいいかなと思った時に、他にさすがです。そう、まだ他に大きいところがまだいっぱいありますよね。はい。素晴らしい。そこは大きいんですよね。はい。じゃあ一応取っとこうかな。はい。ちょっと心配になってきました。ここはね、まあ一応さっき取れてるって言いましたけど、まあ味は悪いのでちょっと気をつけないといけないですけどね。でも別に普通に受けててもそんなに心配な手はないですね。はい。例えばこれいきなり後で戻しますけど、例えばいきなりこうやって切ったりしても。こっちから打って、ただ白が取られるだけで終わってしまうので、はい、これは意外と大丈夫ですね。そんな心配いらないです。こっちから狭めていく感じで、はい。どうしようかな。この辺はどうかな。なんか受けたい気もするんですけど、はい、こっちの方が大きいかなと思う。どっちなんだろう。ここはじゃあノーヒントで。いやでもいいですよね。手抜きする発想がまず浮かんでるっていうのが素晴らしいと思いますね。はい、手を入れるとしてもどこに入れたらいいんだろう。ああ、なるほどね。確かに。まあこれはここに来てこっちに来ようとしてるから、普通はこう受けますよね。はい、そう受けますよね。それはなんかちょっと不満な感じがしたんですか、なんとなく。不満ってわけでもないんですけど、特に黒地が増える場所でもないので、だったら白地を減らしたいなって思いました。ちなみにこれ非常にいい手ですけど、こう押さえた時に黒からこのハネツギが先手になってるんですよね。あ、本当だ。こうやってここで白手抜きしちゃうと、こう当たりしてこうやって切る手があるので、はい、このハネツギが先手になってここに守るので。思ってるよりは大きくないかもしれないです。これで全部白地になると結構大きく見えるけど。あ、でも立派ですけどね。はい。それでも全然いいと思います。はい。はい、それもすごいいいところなんですよね。もうほとんど終わりですね。ぱり白の打った手に対してとりあえず手抜きができるというのがとてもいいですね。ありがとうございます。はい、そうですよね。これもつながないですね。つながないね、どこに打つか。単純に、はい、こっちをつなぎたいけど。こっちというと。ここです。ああ、はい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 。そうですね。白の狙いはこっちですよね。はい。はい、まあ、そこに守れば一番硬いですけど。もっと欲張りな手もあるかもしれないですよね。そっちでいけるか今。はい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 。そう、もう言うことないですね。さすがにいけるんじゃないか。怖い。いけますいけます。こっちの方が得ですもんね。はい。いけますいけます。すごいですね。全然ビビってくれない。どっちが良かったんだろう。単純につなげれば良かったのかな。これは気づいてないかもしれないけど、かなり際どい。あ、本当だ。だけどかなり際どい。あ、これやっぱダメか。際どいけど大丈夫かと思いきや、やっぱりこれ危ないかもしれないですね。ここ際かなり危険ですよね。ちょっと待ってくださいね。はい。あ、ダメだ。お、白にここに切られたときに、はい。ここに切られたときに繋ぐと、ここ打たれて、こういって、まあ普通は取りたいですよね。そうするとこう打たれて、これ全部詰まったので、ここに打てないと。はい。実はこの辺から狙ってました。気づいてなかった。で。ただ一応こう打てばしのげる可能性があるんですよ。そうですね。こうやってこう取れば大丈夫。はい。なんだけど手を伸ばしてきますよね。はい。こうやって逃げてもこうやられて、これは白手が伸びません。ずっと2手しかない。はい、ということでここに行く可能性があります。こっちつながって、あれこうやれば2目取れるけど。地が荒らされます。はい、荒らされちゃう。ああ、なるほど。こっち助けるとここにつないで手数が伸びる。すごい高度なことですけど、そうですね、でもこれが。でも今ここまでちょっと読めましたね。だから先に白はこっちからいくかもしれない。なるほど。これめっちゃ困る可能性がありますね。これは考えてないとこうしちゃいますね。はい。あ、そうなんだ。こうやられて泣く可能性があるので、今何してどうだったっけ？今はこう次に。だからちょっと手を戻すと、まあこの元々実はこれこうやっても白はこうやってなんか黒に受けてもらってまたここに打とうと思ってるんですよ。はい。なるほど。こっちにしておきますか。はい。でもこれ後々入れないといけない。はい、あ、そうそう。今白が打ったから今入れないといけない。そうですよね。はい。ここですかね。はい。で、まあ一応こうやっておこうかな。ちなみに今の手は実は何も打たなくても白地ここにはできなかったので、はい。あ、だったらこう繋いだりしてる方が。あ、そう、実は細かいことですけど、はい、一応指摘しておきます。はい、そうで、この形は反抗が、あ、これここに1目あるな。あ、本当だ。まあどうせ黒が圧勝なので先にこの出を1回打っておいた方がですね。はい。でこれはつないでつないで終わりと。はい。そうですね。ここはいいので、はい、終わりました。それで、はい、はい、ですね。48目です。黒は63です。ありがとうございました。15目勝ちですね。ありがとうございました。いかがでしたか。いや、勉強させていただきました。ありがとうございます。このシリーズで終局まで行ったのは初めてです。ああ、そうなんですね。はい、はい、素晴らしいですね。さすがっていう感じです。いいところしかなかったですね。形の見逃しとかできるようになると。いや、でも、あれはね、でも、めちゃくちゃ難しいので。あの段階で気づけただけでも結構すごいですよね。はい。さすがとしか言いようがない。楽しんでいただけましたか。はい、はい、いろいろ勉強させていただきました。はいはい、それは良かったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、まあ、多分、見てる方もすごい参考になるところがたくさんあったと思いますので、今ほっとしてる感じですかね。そうですね。この碁がすごく緊張して、2週間ぐらい前から碁会場に週に2、3回通って特訓、はい、碁支局の練習をしたので、定石も勉強したのが出て、あ、そうなんですね。さすがですね。準備からほっとしております。はい、良かったです。ありがとうございました。